にちは、カレンです。ご視聴ありがとうございます。今回はプチプラコスメで仕上げるすっぴん風メイクについてご紹介していきたいと思います。学校で先生にバレたくないっていう方だったりとか、あとはナチュラルメイクがすごく好きだよっていう方、あとはやっぱお泊りの時とかにすっぴんに抵抗があるよっていう方はもう特に必見です。今回はこのプチプラコスメについてだけじゃなくって、一緒にパーツごとにこうメイクをするときにどういう風なコツを踏まえてメイクをするといいよっていうところまでお話ししていきたいなっていう風に思っていますので、ぜひ最後までご覧ください。それでは早速紹介していきたいと思います。それではまずベースメイクについてお話ししていきます。まずベースメイクのコツなんですけど、コツは顔全体ではなく気になるポイントにだけ塗っていってあげる。これがもうコツです。まあ気になるポイントって何って思う人もいるかもしれないんですけど、まあ例えばニキビができてしまって赤みが出ているところが気になるなーっていう方はそういうところにだけ塗ってあげたりとか、あとは鼻のところの毛穴が気になるっていう方はそこだけをカバーするように塗ってあげる。あとは目の下のクマが気になるよっていう方は、まあ、目の下にだけ。みたいな形で自分の顔を見た時の気になるポイント、少しトーンアップさせたいなっていうところだったりとか、これは隠したいなっていうところだけ塗ってあげると、素肌感を残してあげつつ気になるところは隠すっていうような形で、すっぴん風のベースが仕上がるので、綺麗にベースメイクを仕上げるコツになっているので、ぜひやってみてほしいなと思います。ではそれをする上で一緒に使ってほしいコスメを紹介していきたいと思います。ではまず紹介する商品がこちら、マイコハンの BB クリーム。このクリームなんですけど、すっごい不思議なクリームになっていまして、何が不思議かというと、なんとクリーム状なのに仕上がりがパウダーに変化するクリームになっています。なのでパウダーで上からこう乗せてあげたようにサラサラした感じの肌触りの仕上がりになります。で、肌質としては、まあ、セミマットっぽい感じのあまりツヤが出ないタイプの仕上がりになります。で、このクリームすごいところが、これ1本で美容液、クリーム、化粧下地、ファンデーション、おしろい、毛穴カバー、テカリ防止、UV カットの8役をこなしてくれるんです。他にも汗や皮脂、あとは水、あとはマスクの擦れとかにも強くて全然崩れないので、今のこのマスク生活が続いている状態の時でも使えるタイプのクリームになっています。他にも6種類の保湿美容液成分が配合されているので、1日肌にのせていても乾燥してきちゃったりして、こう割れてきちゃったりっていうのが気にならないっていうのがすごくいいところです。カラーは全部で2色あります。01番の肌色と02番の自然な肌色の2色展開になっているので、まあ、これのカラーに関しては自分の肌の色に合わせて使ってあげるといいかなっていうふうに思います。ではベースメイクにおすすめのコスメ2つ目がこちら、クラブのすっぴんパウダー。まあ、このパウダーはね、すごく有名なので、知っている方とか、まあ、学生さんとかは特に愛用してるよっていう方がすごく多い商品かなっていうふうに思うんですけど、やっぱ名前にすっぴんって入っているだけあって、すっごく何も塗っていない、その素肌の状態に近い仕上がりになる、めちゃめちゃすごいパウダーです。で、このパウダーの特徴としては、まあ、ベタつきとか、テカリは、もうしっかりと抑えてくれます。なので、まあ、T ゾーンとかの、その、テカリやすい場所に乗せてあげるっていうのがすごくおすすめです。まあ、他にも、まあ、ここのほっぺのところの毛穴の感じが気になるよっていう方とか、あと鼻の頭の毛穴が気になるよっていう方とかは、そこに、こう、ポイントで、塗ってあげるっていうのがすごくおすすめです。で、他にも、まあ、肌をトーンアップさせてくれるような効果もあるので、まあ、これに関しては、スキンケア処方が
入っていて、こうつけたまま寝れるぐらい肌にもすごい優しい作りになっているので、まあ、顔全体にこう軽く乗せてあげるっていうのも全然いいかなっていうふうに思います。でしかもその元々リニューアルする前の商品はやっぱ塗ると白浮きしちゃう感じがあって、それがすごく気になるからやっぱ塗りにくいんですっていう方とかもすごい多かったみたいなんですけど、今回のこのリニューアルしたすっぴんパウダーに関しては白浮きはしないで、なおかつ肌に透明感を出してくれるから、こう自然なトーンアップしたこう明るい肌に見せてくれるような仕上がりに変わったみたいなので、もうさらに進化を遂げているパウダーかなっていうふうに思います。で、まあ他にも、まあタバコの煙だったりとか、あとはホコリ、あとは PM2.5 とかの、まあ大気中の微粒子物質から肌を守ってくれるような効果も入っています。で、香りは、パステルローズとホワイトフローラルとガーデンライラックの今は3種類あります。で、期間限定で、まあ、ドンキホーテのみで買えるみたいなんですけど、まあ、これはツボクサハイエキス配合のナチュラルシカハーブの香りっていうのが今、ドンキホーテ限定で売られているみたいなので、まあ、ニキビとか、あとは肌荒れが気になる方にはすごくおすすめなので、まあ、お近くにドンキホーテある方はそちらで買ってみるのもいいかなっていうふうに思います。それでは続いてアイメイクについてご紹介していきたいと思います。で、今回はもうとにかくすっぴんに見せるっていうことに近づけて考えたので、今回アイシャドウのご紹介はありません。なので、順番にアイラインからご紹介していきたいと思います。で、アイラインを引く時のコツなんですが、これはまつげとまつげの間を埋めるように描くことがコツです。まあ、中にはね、目尻にこうシャッと少しだけラインを引いてとか、あとはこう、まつげの上からこうスッと一本線を引くように描いてナチュラルに見せるっていう方も多いと思うんですけど、やっぱそうするとどうしてもアイラインを引いてしまっている感が出やすくなってしまうので、私がすごくおすすめなのはもうまつげとまつげの間をもう埋めるようになぞるようにして書いてあげるっていうのがおすすめです。で、その時にぜひ使ってほしいアイテムがこちら、キャンメイクのクリーミータッチライナー。これはね、もう使いやすさが抜群で、多分愛用しているよっていう方もすごく多いと思うんですけど、 1.5 ミリのすごい極細のライナーだから、まつげのこう隙間をこう埋めるように描くのにもすごく最適で、めちゃめちゃ描きやすいです。で、しかも、ペンシルタイプなので、色がこう濃く入りすぎてしまうとかっていうのもないし、こう、綺麗に描きながら、こう、上手にぼかしていけるので、こう、ピッと一本線を引きましたっていうような仕上がりにならない。ナチュラルな、もう、すっぴん風の、本当に綺麗な目元に仕上がるので、まあ、これがすごい、一番適しているかなっていうふうに思います。で、しかも、ウォータープルーフ、になっているので、まあ、汗とか水にもすごく強くて、全然目元もよれていかないっていうのがあるので、もう本当にこれはおすすめです。カラーに関しては、まあ、全部で8色あるんですけど、まあ、よりナチュラルにすっぴん風に見せたい方に関しては、03番のダークブラウンのカラーがすごくおすすめなので、ぜひ使ってみてください。では続いてマスカラですね。マスカラでおすすめの商品が、こちら。エゼセのアイエディション。で、これってマスカラじゃないじゃんって思った人多分いますよね。確かにこれはマスカラではないんですけど、マスカラではなくマスカラベースになります。なんでマスカラじゃダメなのって思う方も多分いっぱいいると思うんですけど、やっぱりどうしても普通のマスカラを使ってしまうと、あからさまにまつげに塗ってる感っていうものが出てしまうので、マスカラベースがすごくおすすめです。で、じゃあなんでこのエテュセのマスカラベースがおすすめなのっていうと、本来マスカラベースって透明のものがすごく多いと思うんですけど、このエテュセのマスカラに関しては、液体自体が黒色なので、他の透明のものに比べて、自然とボリューム、太さがこう出て見えるような仕上がりになります。
で、しかも、ウォータープルーフ処方で、まあ、落ちる心配もないし、長時間カールキープもしてくれます。で、他にも、美容液成分が入っていたりとか、毛髪トリートメント成分、あとは毛髪保湿成分も配合されているので、まつげにもすごく優しいっていうのが、おすすめのポイントです。で、しかも、ブラシのところがセパレートコームになっているので、まあ、ダマになってしまったりっていう心配がなく、一本一本綺麗にまつげがまっすぐ伸びているように見える仕上がりになるので、もうこのエテセのこのマスカラベースがすごくおすすめです。では続いて、アイブロウについてお話ししていきます。アイブロウの時のコツなんですが、アイブロウは全体をしっかり描かずに、一本ずつ足りない部分に毛を描き足すように描いていくっていうのがコツです。やっぱ全体をね、こうしっかりと描いていくような形にすると、他すごいナチュラルにしてるので、こう眉毛だけすごい浮いて見えてしまったりとか、すごいそこだけメイクしてますっていう形が出てしまうので、まあ眉毛に関しても、まあよりナチュラルにすっぴん風に見せるために毛を描いているような形で、少しずつ少しずつ描き足していくっていうのがコツです。で、その時に一緒に使ってほしい商品がこちら。エクセルのパウダー&ペンシルアイブロウ EX。こちらの商品はペンシルとパウダーとブラシ。この3つが1本にまとまっているタイプのものになっています。これに関してはちょっと私が今ちょうど使っているものがあるのでお見せするとこんな感じですね。まあ、こっちがブラシになっていて、で、反対側がこんな感じで、まあ、ペンシル出して描いていくタイプで、ここを、まあ、くるっと回すと、スポンジのこのパウダーの部分が出てくるっていうような作りになっています。で、こちらのペンシル部分ですね。ここが、ちょっとわかりづらいかもしれないんですが、ちょっとこう、楕円形になっているので、まあ、ラインを引くのも引きやすいし、眉毛の隙間を埋めるように描くっていうのも、すごい細い部分とかも描きやすいような形になっています。で、この描き足したライン自体を自然にこう、ふわっと、このパウダーが馴染ませてくれるので、こんな感じで、うっすら色がついていくような形になるので、すごい自然に描いたラインをぼかしてくれるような働きがあり。で、最後に、このブラシですね。このブラシ部分で、毛流れをこう、スッスッスッと整えてあげると、より自然にナチュラルな眉毛に仕上がるっていうような形になっています。で、カラーの展開は全部で8色あります。で、私の使ってるこの色はちょっと明るいやつなんですけど、おすすめはナチュラルブラウンのカラーがおすすめです。で、この1本買ってしまえば、すごい簡単にナチュラルで綺麗な眉毛に仕上げることができるので、まあこれは本当に1本持ってて損はないかなって思うので、まあ、気になった方はぜひ使ってみてください。では最後にリップについてお話ししていきます。リップ選びのコツなんですが、リップ選びに関しては、透けている感のない自然な血色感を出すような仕上がりのものがおすすめです。で、その中でも特にこれがいいよっていう商品が、こちら。ニベアのリッチケア&カラーリップ。まあ、なんでこれがすごいおすすめなのかっていうと、まあ、特に学生さんですね。例えば、ポケットとかに、こういうリップって忍ばせておくのって結構難しいなって私思ってて、学生の時とかも、例えばリップを塗り直したいってなった時に、まあ、こういったものを、例えば持っていたとして、まあ、もし先生に見つかったら、これってもう見るからに化粧品ですっていうのがわかるような見た目になっちゃってるので、まあ、確実に没収されてしまうような見た目なんですね。まあ、それに比べて、ニベアに関しては、普通のリップスティックと似てるような形の見た目なので、まず見た目からしっかりとごまかしつつ、
おしゃれを楽しめるっていう商品になっているので、まず見た目の点ですごいおすすめっていうのがあります。で、機能としては、まあ、保湿力がもうすごく優れていて、で、ツヤのある、こう、ちょっとプルッとした感じの唇の仕上がりになる。で、他にも UV カットの成分が配合されているので、まあ、夏場とかもね、つけてても、しっかりと紫外線もカットしてくれるっていうような、まあ、優秀さがあります。で、色自体は、こう、しっかりとパリッとついてしまうっていうよりかは、すごい、ほんのり、自然に、唇の血色がいいように見せてくれるっていうポイントがもうすっぴん風メイクにぴったりだなって思いまして、こちらがすごくおすすめです。で、カラーなんですが、カラーは全部で5色。赤系のカラーも、まあ、もちろんありますし、オレンジ系、ピンク系、あとはちょっとおしゃれなボルドー系のカラーまで結構様々あるので、まあこちらもね、ちょっと色味はほんのりにはなるんですけど、まあいろんな色でこう唇のおしゃれもできるよっていうような商品になるので、まあこれはね、学生さんとかもね、使いやすいかなって思うのですごくおすすめです。いかがでしたか？今回はちょっと学生さんとかでも買いやすいようなプチプラコスメですっぴん風のメイクが仕上がるようなコスメだったりとか、あとはそのメイクをする上でのコツっていうものを今回は紹介してみました。まあ、学生さんとかはね、なかなか学校とかで、こう、しっかりメイクをしていけるっていう学校も少ないかなとは思うんですけど、まあその中でもやっぱりおしゃれを楽しみたいっていう方いっぱいいると思うので、まあバレない程度にはなっちゃうかなとは思うんですけど、まあ少しメイクの勉強をしながら、まあしてみるのもいいのかなっていうふうに思います。で、一応今回紹介した商品に関しては、すべて概要欄の URL から購入できるようにしてありますので、まあ、気になった方はぜひチェックしてみてください。で、皆さんが愛用しているコスメとか、あとはすっぴん風メイクにはこんなコスメもおすすめだよっていうのがあれば、コメント欄でもどんどん教えてください。で、この動画が、まあ、少しでも参考になったなと思ったら、ぜひぜひ高評価とチャンネル登録もお願いします。他にも TikTok とか、あとは Instagram でもたくさん美容に関する情報を発信しているので、まあそちらも下の概要欄に貼っておきますので、そちらからフォローとチェックもぜひお願いします。最後まで動画を見てくれてありがとうございました。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。